基本情報、栃木県は関東地方の北部に位置する県で、県庁所在地は宇都宮市です。面積は 6408.28 平方キロメートルで、日本の都道府県の中で第20位です。人口は約195万人で、日本の都道府県の中で第19位です。栃木県は栃木という愛称でも親しまれています。栃木県の県歌は山吹、県木は柳、県庁は木地です。歴史、栃木県は古代に下野の国と呼ばれていました。下野の国は7世紀後半に下野の国と那須国が統一されて誕生した国です。下野の国は日光山や那須高原などの自然豊かな地域で、山岳信仰や古墳文化が栄えました。鎌倉時代には源氏足利氏が台頭し、室町時代には足利尊氏が足利氏に幕府を開きました。江戸時代には徳川家康が日光東照宮を建立し、日光街道や霊平市街道などの交通路が整備されました。明治時代には足尾銅山が日本一の銅山となり、近代化に貢献しました。昭和時代には大谷石や陶器などの工業や農業が発展しました。平成時代には日光の社寺や足利フラワーパークなどが世界的に注目される観光地となりました。観光スポット、栃木県には歴史や自然、文化など様々な魅力が詰まった観光スポットがたくさんあります。代表的な観光スポットをいくつか紹介します。日光の社寺世界遺産に登録されている日光東照宮、日光二荒山神社、日光山輪王寺などからなる神仏集合の建築群です。見事な彫刻や装飾が施された社殿や石橋、三苑などの名所があります。鬼怒川温泉関東屈指の温泉地で、鬼怒川沿いに多くの旅館やホテルが立ち並びます。源泉かけ流しの温泉や露天風呂、足湯などで癒されることができます。那須高原那須連山の麓に広がる高原地帯で、別荘地やスキー場、牧場、動物園、美術館などがあります。四季折々の景色や自然体験を楽しむことができます。足利フラワーパーク約9万平方メートルの敷地に色とりどりの花々が咲き誇る公園です。特に春に咲く約1500本の藤棚は圧巻で、CNN が選ぶ世界の夢の旅行先にも選ばれました。蔵の町並み栃木市にある江戸時代からの商家や問屋の蔵が立ち並ぶ歴史的な町並みです。黒漆喰や白壁の蔵は重厚で美しく、レトロな雰囲気が漂います。特産品、栃木県は農林水産業や工業が盛んな県で、多くの特産品があります。代表的な特産品をいくつか紹介します。いちご栃木県は日本一のいちごの生産量を誇ります。とちおとめやスカイベリーなどの品種があり、甘くてジューシーです。いちご狩りも人気です。大谷石宇都宮市の名産品で、火山灰が固まってできた石です。白っぽい色と柔らかい質感が特徴で、日本の近代建築に多く使われました。さくらんぼ那須高原や那須塩原市などで栽培されている果物です。早生種から晩生種まで様々な品種があり、大粒で甘酸っぱいです。益子焼益子町で作られている陶器です。素朴で温かみのある色合いと形が特徴で、食器や花器などがあります。宇都宮餃子、宇都宮市の名物料理です。豚肉やニラなどを皮で包んだ餃子は、焼き餃子や水餃子、揚げ餃子など様々な調理法があります。餃子専門店や居酒屋などで食べることができます。グルメ、栃木県には地元の食材を使った美味しいグルメがたくさんあります。代表的なグルメをいくつか紹介します。そば栃木県はそばの名産地で、そば打ち体験も楽しめます。そば粉を練って伸ばし、切って茹でるという手作りのそばは香り高くてコシがあります。焼きそば宇都宮市では焼きそばを打つそばと呼びます。太めの麺にソースやケチャップを絡めて焼き、キャベツや豚肉などをトッピングします。卵やマヨネーズを加えることもあります。おやき日光市ではおやきと呼ばれる野菜や豆腐などを具にした小さな団子を食べます。蒸したり焼いたりして食べることができます。おから餅那須塩原市ではおから餅と呼ばれるおからと米粉を混ぜて作った餅を食べます。甘辛いタレにつけて食べることが多いです。味噌ポテト栃木県では味噌ポテトと呼ばれるポテトサラダに味噌を加えた料理を食べます。